もうずっと2つ目なのか生きて、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 行くよみんな。すごい。すごい大きい子いる。うん、カレーだ。ね。すごいね。美味しかった。うまいね、あれね。あの塩がアクセントでいいね。うん。
Quand t'es venu dans la rue.波の泡って調べたら、波の泡は海中でプランクトンや海藻に含まれる粘液が荒波に揉まれて泡立つ現象で波の花と呼ばれるそうだ。南アフリカなどではカプチーノコーストと呼ばれているらしい。気になって調べたら、厳冬の日本海の海岸にダイナミックに舞う名物波の花の映像があり、季節風が強くなる12月から3月までの日本海側の各地で観測されるそうです。新潟県で観測された波の花は、海面に溜まり出した泡が竜巻のように舞い上がり、花吹雪のように乱れ飛ぶ優雅な様子。荒れ狂う中の波の花も見てみたくなった。まんま行くとさらわれるね。1回の波にさらわれるよね。さらわれても助けれんで。すごい、正気様みたいな。あ、波の泡。つけば願いが叶うって。願いを叶えな、叶えんと。願い、みおちゃんの願いを叶えました。
倒れてる倒れてる。見てこれ、みほちゃん。あ、綺麗。ねえ。ねえ。みのるんかい。ここ何？雑貨屋さん。はい、でも。めっちゃ
あ、ハロウィン。なになになに、ハッピーハッピーハロウィン。富士山っていう帽子かぶってて面白かったよ。あ、いっそうか。もういいな。ハハ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 。一生飲める。マジで。うん。お酒。うわー。
ありがとう。あ、置いていきましょうか、これ。あ、そうそうそう、置いていきましょう。ありがとう。あんま思わんな。持っていきます。あの、あれと肩より前に出るなって。さあ、大丈夫、この席見たことない。Quand t'es venu dans la rue, quand 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 t'es venu dans la あ、そうですね。絶対やるっすよ、ね。言わした言わした。言わしてないよ。全然モテるっすよね。にじみ出るオーラがあるっす。オーラ。はい。やばい。あ、動画なんですか。ぜひ皆さん来てください。あの、もう迫ってます。カイトって言います。カイト君。はい。あ、全然来てください。今待ってます。愛情込めて鍋作ります。はい、ありがとう。私はただそうなんですよ、21歳で、あのこれちょっとタレに絡めて召し上がっていただく形になるんですよ。今ちょっとついだ、これにちょっと少なめについてます。もし足りなかったらこの抜いて、はい、おいしい、鍋をちょっと柚子胡椒と唐辛子を、ありがとうございます。はい、もうこちら完成になってます。ありがとうございます。もう締めはもう絶品、ありがとうございます。おいしそう。バリチカッパが熱いってこと？バリバリ熱い。チンチンと匹敵みたいな。そうそうそう。そうだね。バリチカッパ？そう。またネタができてやばい。これ。これやばいです。何これ？わ、すご。やばいっす。これ全部ごま。これ全部ごまで。ごまかしかないよね。やばい。ごまかしかないよね。やばい。Quand t'es venu dans la rue。やばいそれ。それやばいっすね。すごっ。今日は豚肉が初めてで。え、マジっすか。で、そんなに入るんだ。すごっ。そうなんですよ。すごいね。これは、これ、お兄さん一人からこれぐらいしか取れないへそのごまを、まあ、1万人分ぐらい集めて。何言ってんの。びっくりしようよ。どうしようかと。止めてくれましたよ。ただあのみんな3人いるから、これが元弘さんの。何言ってるの。いや、それ良かったと思うよ。クラムーンっすよ。ね、2人前ちょうどいいくらい。これは何の麺ですか。これちゃんぽん麺なんですよ。すごい。全部含ませるんだね。ねえ、そうなんですよ。食べちゃった方がいい？この汁の汁は食べない方がいいんじゃない？そうなんですよ、無水の締めだ。すごいこれ。うん、ね、最初普通に食べてもらって、その後ちょっとアジヘヨのライブございます。アジヘヨ、へぇー、ちょっと簡単メニューなんで、これアジヘヨバリオンです。すごい。もう一回お願いします。もう一回だけですよ。はい、可愛く、ありがとう。あとはギャランティーが俺に入って。すごい美味しそう。今日早く焼けけ、早くやって。ぴょん吉、やっぱ綺麗だね、この。見てこれ、美穂ちゃん。あ、綺麗。なんか。
ちゃんも入ってみたいな。円満や。え？うん。なんかね、中洲十。最初はグー、おいカニかよ。負けだね、負け。最初はグー。うちの猫に似てる。はい。かわいい。っていうかおとなしい。うちのファーファーを怒るから、ね、かわいいね。みたいなんだ、大きいね。そうですね、ほんとおとなしいな、おとなしいかもね。こうする？Yeah.